霊夢、うぷ主。面白いホームページ見つけたぜ。嫌な予感しかしないんですけど。どうもこんにちは、うぷ主です。この動画には以下の内容が含まれます。小ネタが苦手な人や、ブラウザバックをお願いします。全く大丈夫。もしくは、怖いけど見たいという人や。ゆっくりしていってね。このサイトだぜ。いやいやいや、マリちゃん。これ明らかに怖い系のサイトだよね。まあまあ、見た目は怖そうだけど、応募者全員採用って書いてあるし、きっといい会社だぜ。いやいやいや、何らかの理由で人がいなくなったから、たくさん採用してるんじゃないの。そうだよ。絶対怪しいよ。そういえばうぷ主。新しいパソコン欲しいって言ってたよな。バイトも募集してるかもだし、このサイトちゃんと見てみようぜ。え、ちょっと怖すぎるんだけど。それじゃあ見ていくぜ。この人本当に強引。いきなり警告とか言われてるよ。警告の内容をまとめると、体調の悪い人はブラウザバック、何があっても自己責任、呪われてるから箱は開けるなだぜ。箱ってなんだろうね。よくわからないけど、私寝不足だから。はい、次来たぜ。ドアを開けれるね。でも怖いから閉めちゃいましょう。でも進むためには開けないと。でも怖いから。でも進むには。開けてー。閉めてー。開けてー。閉めてー。開けて。閉めたら入れなーい。お前ら何やってんの。ということで中に入ったぜ。会社の内容を説明してるみたいだよ。じゃあどんどん見ていくよ。気持ち悪い雲が出てきたよ。こんな大きい雲はちょっと気持ち悪いぜ。この雲クビックできそうだよ。雲潰れるんだね。ちょっとグロテスクだったのでカットしたぜ。気を取り直して次行きますよ。こういう系の脅かし方は苦手だぜ。本当にびっくりするよね。ところでホラテクってなんだ。知らない。うぷ主知ってる。気絶してるぜ。気がつくまで会社概要とかいろいろ見ておくよ。復活しましたー。復活したけど、いきなり怖そうなシーンだよ。窓の外に誰か立ってるぜ。こすったら窓の曇りが取れそうだよ。お次は扉がありますよ。もうびっくりさせられる系は嫌だよ。私は結構慣れてきたぜ。いやいや慣れるとかないでしょ。鏡の中に女の人がいるよ。リアルうぷ主。鏡あるって言うなよ。それにこの人の方が背が大きいよ。そういう話じゃないぜ。でもこの人何もしてこないね。でも油断はできないよ。とか言ってるけど、普通に場面が変わりそうだぜ。あれさっきの女の人かな。でもなんだか様子が変だぜ。嫌だけどもうちょっと近づいてみようよ。この人浮いてるんですけど。マウスを揺らすらしいぜ。この人、生きてない。よね。マウス動かしたら揺れ出したぜ。だんだん揺れ方が激しくなってない？何も起きないね。不気味な声が聞こえるぜ。これがルマさんが転んだらね。じゃあ、ルール通りにやっていくよ。鬼までかなり遠そうだぜ。あの奥がゴールだよね。かなり遠いよね、霊夢、今は。という怖い夢を見ました。それよりこの人、首が上がる方向に。めちゃくちゃ気持ち悪いぜ。でもこれで終わりだね。ではでは、次はお札がベタベタ貼られたドアだよ。明らかに怪しい雰囲気だね。とりあえず入ってみようぜ。いやいやだけどね。そんなこと言うなよ。いきなり見たくないものがあるんですけど。見えないことにして進めましょう。さすがに無理だろ。それより、この人手首ないぜ。マリサ、どこにも手首のない人はいないよ。そうだよ。ここには私たちしかいないよ。見えない体で話し進めてるぜ。壁に何か書いてあるぜ。手首ないのにどうやって字書いたの。見えてるじゃねえか。手首とスマホを返してだって。手首はわかるけど、
なんでスマホなの？ゲームするためじゃないの？確かに、必要だよね。絶対違うだろ。この人、ストーカーに連れてこられたみたいだね。物騒だよね。そして定番のドアラパン。他にも何か書いてあるぜ。ここはスルーします。ちゃんと読めよ。こういうのはちょっと。まだ他にも書いてあるぜ。部屋にある箱を開けてくださいだって。じゃあ早速探して開けてみよう。箱がどうのって最初に聞いた気がするんだが。というわけで箱を見つけましたよ。早速開けてみようよ。何か大事なものが入ってそうだね。霊夢、その箱は開けるなだぜ。マリサ、これは。多分この人のだぜ。最初に開けるなと言われた箱は多分これだぜ。急に動き出したんですけど。こんな電話絶対出ないよ。そうだよ。絶対出たらやばいよ。強制かよ。しかもテレビ電話だぜ。画面がすごいことになってるんですけど。これめちゃくちゃ気持ち悪いよ。とりあえず、生きてそうなラインを起動してみようぜ。人のだけど、この際仕方がないよね。捕まってめちゃくちゃ怖かったんだろうね。そうだな、こんなの想像できないほど怖いと思うぜ。だんだんかわいそうになってきたね。そうだな、きっと見つけて欲しかっただけかもしれないな。ちょっと後味悪いよね。ちょっと違う怖さだけど、これで終わりかな。それにしても、なんで箱を開けたらいけないって言ってたんだろうな。その辺はよくわからないよね。それにしても、このラインなかなか終わらないよね。でも、そろそろ終わりそう。ってだんだん恨みに変わってきたんですけど、これはちょっとヤバそうだぜ。なんで新しい通知が届くんですか？めちゃくちゃ通知来るんですけど。こいつ打つの早すぎるだろ。そういう問題じゃないでしょ。これってさ、一体どうなるの？どうなるかなんてわからないぜ。でも一つ言えることは。やばい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 。あれれ、なぜか止まったぜ。でも画面が明らかにおかしいよ。すごい嫌な予感がするんだけど。いかがだったでしょうか。皆様も興味があればやってみてくれだぜ。株式会社闇で検索するとすぐ出てくると思います。それではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。